改め問題に息子の戦士乃木静子の生涯。乃木静子は安政6年鹿児島藩井内貞之の四女として誕生。陸軍軍人井口康介や野津静親の勧めにより躊躇しながらも20歳で乃木希典と結婚。新婚当時は生活も厳しく貧しい生活をしている上に姑の久子との確執もあり、1年半ほど息子を連れて別居している。日露戦争が開戦すると出征する夫と息子に銀座の高級化粧品店資生堂で1つ9円もする香水2つと8円の香水1つの計3つを購入して送った。当時の9円というのは成人女性が精一杯働いて稼ぐことのできる平均給与の約2ヶ月分に相当する。静子がそこまでして高価な香水を送ったのは、もし戦死した後に遺体から一臭が放たれれば夫と愛息が不憫この上ないという、妻として母親としての悲しいまでの家族を思いやる愛の表現であった。その後息子の戦死の知らせを聞いた静子は深い悲しみに暮れ、3日3晩泣き続け一説には血の涙を流したとも言われる。そして明治45年に明治天皇が崩御すると、明治天皇を追って殉死した夫と共に死去。享年54歳。